ンボ道場。さあセミも鳴いております。また夏やね。はい、MC のガッテン族です。そして皆さんこんばんは、私たちレオジャポニズムです。よろしくお願いします。お願いします。さあこの番組は戦うコンセプトに活動するネオジャポニズムがさまざまなチャレンジを通じてアイドルとしてレベルアップを図る番組です。本日も前回に引き続きフィールドアスレチック横浜つくしのコースさんにお邪魔しております。イエーイ、見ました、いいところです。わあ、来た、すごい、横いいところです。僕なんてあの緑のどんぐり拾いましたからね。緑のどんぐり拾いました。いいところです。ぜひ皆さんもお越しください。緑がたくさんね、緑がたくさんですからね。さあということで毎回企画終了後頑張りによってメンバーそれぞれに経験値振り分けられます。はい、経験値100を獲得するごとに段位が上がります。現在の皆さんの経験値こうなっております。はい、経験値が500、うん、5段に昇格するとご褒美企画があると。はい、だ辰巳さやかさんは500超えて、うん、次は1000ということで、1000、なりますけれども、はい、一番近いのは愛ちゃん。あ、すげえ、あと今495。あと5ポイント、あと5ポイントで500に行きますから、今日頑張ったらきっといけるんじゃないでしょうか。はい、さあそれでは今日の企画こちらです。はい、クリアして食材ゲットプラスアルファアスレチック。はい、さあということで、はい、食材ゲットということなので、この回の次がバーベキューです。わー、ありがとうございます。はい、これから皆さんには6種類のアスレチックに様々な条件を乗せてチャレンジしていただきます。はい、それぞれのアスレチックに食材が割り振られているので、そのアスレチックをクリアすると次のバーベキューにその食材が増えると、はい、いうことです。クリアしないともうキャベツを焼いて終わりです。いやですからね、やっぱり華やかなバーベキューしていただきたいと思ってますんで、はい、皆さんには頑張っていただきたいと思います。はい、今から6種類いきますから、ネオジャボメンバープラス四条さん、はい、6名でのチャレンジです。はいはいはい、1人1回必ず挑戦しなくてはなりません。うん、そして1つのアスレチックにつき1人しかできません。お、前回ミルカちゃんなんかもう高いところで泣いてましたから。確かに、ということはそういうのはちょっとミルカちゃん以外の人がやるみたいなね。お願いします。さやかちゃんとかちょっと運動神経良さそうで全部できそうですけど、さやかちゃんの出しどころ、確かにね、むずいな。そういうところをちょっとね、戦略練って頑張っていただきたいと思います。はい、さあそれでは最初のアスレチックは目の前にあります、こちらですね。お、鎌倉道歩き、櫓に登って揺れるロープを渡っていくと、うん、で一番最後のゴールできたら食材、このアスレチックにかかっている食材はウインナーです。うわー、いいね、これは外せないよ。これは欲しいでしょう、外せない。さあ誰がチャレンジしますか。じゃあ代表は、はい、はい、じゃあ滝沢ひろろ、お願いします。じゃあそれではみんなゴール側で待っておきましょうか。はい、これプラスアルファアスレチックなんで、もちろんクリアしていただくのは当然なんですが、条件を1個足しますね。いきましょう、じゃあ超ハイテンションで渡り切ってください。それではウインナーへのチャレンジ、用意スタート。あー楽しそう。そう、ウインナーをね思い浮かべて、あー、はい、楽しんでるね。いいね、いいね。さあいいですよ。あー、いいね。あ、馬でした、馬になりましたね。あー、いいね、いいね。よしよしよし、テンション上がってる。はい、テンション上げてこー。あ、その下でいい、上げてこー。自分で揺さぶってますね。おいおい、あ、楽しんでます。いいですね、ハイテンションもできてますよ。あ、金の音のように楽しんで、はいはいはい、楽しんでる、楽しんでるね。あ、楽しんでる、はい、ゴール。これはクリアです。ウインナー、ウインナーゲット、ウインナー、これはお見事でした。ハイテンションまで来てましたしね。じゃあ見事ウインナーゲットしました。やったぜ。ただ滝沢さんのカードはここで切られましたから。いや、残りの5人で残りの5つですね。はい、さあ続いては後ろご覧ください。アリ地獄となります。やこれどうやってやるやつなの？5m ぐらい深いところに降りて、そこから斜めに走りながら登るそうです。斜めに。人間がそうやってこう
重力に逆らうのを僕は見たことがないので非常に期待しています。すごいね。さあ誰が行く？食材なんですか？さっき言いましょうか。キノコセットです。じゃあいいよ。じゃあ俺。じゃあ俺なるやん。じゃあいいよ。捨て駒やんかこんなの。じゃあそれ頑張ってください。じゃあ四条さんいいのね。お願いします。お願いします。さあそれでは条件を発表しますね。どうしましょうかね。まあ四条さんがやってるんで見てられないんで、アイドルっぽく可愛く登ってください。それでは四条さんの兄地獄です。よいスタート。ファイト。お願い。頑張れ。あら気持ち悪い。あら気持ち悪い。やば。え、すごい。そこは無理なんやろ。じゃあ無理は登れるわけないぞ。もっとちょっとまだ緩いやろ。やばい。もうこれ緩くなったぞ。もうやばい。いいや。だからそれやったら血出ても見えへんからいけるってことや。血出たらあかん。血出ないねん。そのここが急勾配からこっちの方がちょっと斜めなんちゃう。そうだから逆から、そうそう、そっからバーっていく。ファイトー。ファイトー。頑張れ。あ、やってますね。気持ち悪いですね。いけ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 、いやいやいや、かっこいいよ。かっこいい。あいつ今何ヨジョさん。ヨジョさん。ヨジョさん。今顔跳ねたよな。顔跳ねたよな。たぶん取れてるんちゃう。取れてたよ。今顔跳ねたよ。俺絶対歯折れたもの。え？いいよ。全然大丈夫。かっこいいかっこいい。いきます。行こう。かわいくね。かわいく。そう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 。さあ、俺もということでキノコセットゲットです。お見事。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、はい、じゃあ続いてのアトラクション行きましょう。はい。さあ、今見事クリア中です。イエーイ。行こうぜ行こうぜ。さあ、3つ目はこちら、46バイパス渡りね。バイパス。さあ、いいですね。ごめんな。何？いや、俺が拍手したらさ、泥の土煙。うわぁ、土煙。ごめんな、土煙。あー、ほんまや。戦いの証ですからね。いいじゃないですか。さあ、もうこの通りですね。シートを滑り降りてロープの上を横転する。ロープの上横転する。滑んねやな。滑って横転します。横転。お前横転するって書いてる。そうそう、書いてる書いてる。その勢いのままコロ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 って行くんですかね。まあまあ横転できなくても、まあ渡りきれりゃ OK にしましょう。あ、さあ、これチャレンジするのは誰ですか。はい、よいしょ。いけ。さあ、そしてこれでゲットできるのは野菜セットです。大事だ。一番大事で。じゃあ我々はゴール地点で待ちましょう。準備 OK ですか。はい。それでは条件ね、ネオジャポの曲を歌って踊りながらお願いします。踊りながら。チョイスをお任せします。それではスタート。ファイトー。ファイトー。わさび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 や。大丈夫か。わびさびわさび。やばいよ。これ急やな。カモンカモン。絶対怖い。いや、怖いね。結構頑張れ。跳ねるか。跳ねへんよ。大丈夫。はい。はい。怖いな。軽いからこれは怖いね。確かに。大丈夫か。行きます。はい。何回も行きますって言ってるけどな。行きますから行かへんな。それかこうやってうつ伏せっぽくなっちゃえば。うつ伏せ。こうやってシャーって。かっこいいな、それ。分からなかった。普通に怖いやん。栄光して栄光しました。それ、そこは普通に
わさび。いいよいいよ、はい、そこは普通に横転した、横転した、横転して、ここも、ここ横転するっぽい。うそやん、マジ、ここもそういうことやな。いいよいいよ、そういうことやろ。わさび、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 途中でわさび、わさび、わさび、あそこ言うな。安定した、さすが。いいよ、ちょっと高いやってるね、証しですね。あとちょっと、あとちょっとよ、わさび、イエー、いいよ、イエーイ、お見事です。3連続クリア、イエーイ、順調順調。さあ、じゃあ続いてのアスレチック、そのまま行きますか。はい、天国と地獄です。名前やばくね。はい、何ですか。天国は揺れるボールの上を渡っていこう、地獄はリングを掴んで2本のロープを握ってさらに先へ。これどうしましょう。確かに低いからね。これクリアするとシーフードが待っております。おーい、これは欲しいよ。そのままいけそうなんで、超ビビりながらでいきましょうか。超ビビりながら、超ビビりながらっていう条件で。よしよしよし、ファイティン。それでは、これはいけっしょ、いきましょう。今日きついか。チャレンジスタート。あ、先に先、ちょっと先に行っちゃうパターンね。いいよ、全然どんな形で行っても。ビビりながらな、ビビりながら。さあ、戻った。乗っちゃえばいいもん。これ結構腕気いるやつや。そう、腕気いるよ。で、運転みたいにしてこうね、進んでからからね。あ、いいよ、いいよ、いいよ。確かにこれ結構きついかもな。これきついな、うん。あ、なるほど。もう一個、もう一個前進む。オッケー、もう一個、もう一個。オッケー、オッケー。かっこいい、かっこいい。いいよ、いいよ。いける、いける。あ、途中からでいい、途中からでいい、そっからでいいよ。いい感じ、いい感じ。それ、よっしゃ。オッケー、オッケー、オッケー。まあ今、難しそうやからおまけしときましょう、この辺はね。やった。何これ。あ、やばい。何これ、これ何や。めっちゃズルしたけどな。あ、見れます。片足めっちゃついてたけどな。すごい。これはいけるっしょ。ね、いけるいける。何や、何やこれ。なんか動いてる。まあ、なんか。そっち足にしたらあかんって。そっち足にしたらあかんって。やばい、やばい、なんでやばいね。まあ、なんか一回休憩、はい、まあ、よしよしよし。さあ、あと、ラスト、はい、頑張れ。ちょっとシーフード頑張っとるぞ。うん、頑張れ。それむずいよ。あ、新しいこと始まってる。すごい、新しいこと始まってる。あ、すごい、歩いてる。あ、すごい、で、よし、いいぞ。ちょこちょこ足もついてたんで、半分ゲットにしましょう。半分ね。ちょっと全部はあれですから、まあ、半分シフトないとね、やっぱちょっと彩りがあれですから、半分クリアということにしましょう。さあ、じゃあ続いてのアスレチックいきましょう。さあ、5つ目いきましょう。アスレチックは腹飛びつきということで、ロープ、ここあります、ね、ロープ掴んで揺らし、揺さぶって飛んで向こうの網に飛びついてください。なかなか難易度高いですよ。さあ、これ残ってる2人どっち行く。行きます。はい、はい、ここでかかってる食材は焼きそば。うわあ、これはいる、待てた、これいる、これはいる。焼きそばあったらいいっすね。行きますよ、条件は超ゲラで。あ、いいじゃん、いいじゃん。死ぬほど笑っといてください。楽勝、楽勝。死ぬほど笑っといてくださいね。はい、じゃあ、焼きそばをかけたチャレンジ、スタート。ファイト、ウェーイ、ファイティー。待って、これどうやってやるんだろう。足かけるかな、多分。え、また挟んだ。またに挟むよりは足ちゃうか。あ、ごめん。はい、行ってみましょう。ファイト、ファイト、ファイティー。はい、せーの、3、2、1、ゴー。ガンの回、あ、違う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 、全然違う。もうワンチャンスで。あ、全然違うから。オッケー、うん、自分で行くわ。そうだかい。あ、これだ、せーの。あ、決まった、ベスポジ。あー、微妙。
もう一回、もう一回です。今のでいけそうや。掴んだ、掴んだ。そう、今ので、今のでロープを離せばよかった。もうロープで売ってます、玉で。さっき大チャンスやったで。笑って。ゲラで笑って。恐怖を吹き飛ばして。みゆちゃんなら大丈夫。はい。今惜しかったけどな、さっきな。これむずいな。いや、あー、すごい。うわー、それお見事。ようやった、ようやった。ナイスだよ。すごい笑って、すごい笑わないと。キノピオみたいな。マリオキノピオ。よっしゃ、よっしゃ。イエーイ。いいでしょう、オッケー。これはクリアとしましょう。さあ、焼きそばもゲットでございます。じゃあ行きましょう、最後。はい、最後になってみましょう。さあ、最後さやかちゃんですね、残ってるのは。はい、さやかちゃんに挑戦していただく最後のアスレチックは、うん、綱渡りです。うわー、頑張ります。シンプルですが、なかなか厳しそうですよ。商品はもちろん、牛と豚肉のセットでございます。うわー、やばい。セットです。肉です。どうぞ。じゃあこれ僕らちゃん、じゃあゴールでさやかちゃんの成功を祈りましょう。はい、お願いします。さあ、はい、準備よろしいでしょうか。はい、それでは条件、セクシーにでお願いしますね。セクシー綱渡りでお願いします。はい、それでは行きましょう。お肉をかけたチャレンジ、綱渡りスタート。いけ。はい、さあ、どれぐらいたゆむのか。あ、意外とたゆまない。あ、すごい、綺麗じゃない。意外と、あら、おい、こんなこともしちゃいます。こんなこともしちゃいます。しちゃいます。おお、まあ確かにで長い棒を持って綱渡りの練習でするもんね。棒が、ああ、すごいすごい。棒なしでもいけそうや。無理やん。あ、両手離した。セクシーだ、確かに。あれ、結構これはフォームが綺麗。これ、あ、簡単にクリア。秒殺。ちょっと簡単にクリアやったら。ちょっとミルカちゃんやっとく。絶対来ると思いました。ミルカちゃん、これクリアしたらシーフードフルになります。あ、やります。ハーフやったから。さあ、それではシーフードフルをかけて、瀬戸ミルカさん綱渡りチャレンジスタート。頑張れ。怖くないから大丈夫だよ。震えてんな。やっぱりなんか、やっぱ難しかったら意外と。いいよ。え、すごいよ。おー、気合入れてる、気合入れてる。え、すごいぞ。お、いい、人力車運びみたいな。ほんまやな。いいよ、ナイスナイスナイス。めっちゃすごいじゃん。もうあと半分ぐらいじゃない。体の軸ぶれてんのになんで歩けてんの。いいよ、いいよ、あとちょっとよ。あとちょっとだ。そうそう、そこちょっと重いから頑張って。いいよ、シーフードフルだよ。シーフードフル。いいよ、いける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 、あとちょっと、あとちょっとよ。あー、余裕あるやん。余裕余裕。あとちょっと。あー、そのまま乗っちゃい。おはい、はい、いいでしょう、いいでしょう。じゃあもうこれでも全種目クリアとしましょう。さあ、6種目、うん、一応最後ミルカちゃんの頑張りで全食材ゲット、おめでとうございます。さあ、これで次のバーベキューがね、華やかになるわけでございますけれども、さあ、じゃあみんなの頑張り踏まえて、はい、あら、どうしたん。どうしたんじゃないの。挑戦したよ。え、挑戦したよ、アリ地獄覚えてるわ。いやいや、切ってるかな。あれ切ってるか、切られんの、あれちょっと怪我してるかなって一瞬危ないやん。うせやん。でも切るから、あの、触れんといて、触れんといて。なんでその件、触れんといて。汚れてる、おかしいやん。いや、触れんといて、急に汚れてる。膝とかもよく、あ、こけはったやんぐらいしてるから。最悪やん。触れんといて。さあ、というわけでね、皆さんの経験値はい出ましたか。はい、出ました。はい、ではお願いします。いや、もう今日はもうバブリーに行きましたよ。はい、全員30点やったー。これはもう文句なしでしょ。頑張りましたからね。はい、ということで、アイちゃん見事お、5段お達成でーす。いやー、すげー。おめでとう。はい、次回はまあバーベキューって決まってますから、またご褒美は次の機会にありますんで、なんかいろいろ考えててくださいね。はい、さあ、ということで見事商談者も出ました。はい、そして次回はバーベキューでございますので、ぜひご覧いただきたいと思います。というわけで本日のネオジャポ登場は以上です。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。